お隣の天使様の結構トレンドのつぶやき回数がかなり増えてきて、僕も鼻が高いです。ということで、お隣の天使様5話の話しときますね。まあ、今週は本当になんか真昼とアマネが結構距離近づいてきて、まあのんびりしてるって感じします。まあ、当人たちはもう付き合ってないとかまだ言ってる段階ではあるんですけど、まあそれでも結構年越しは一緒にしたり、もう初詣も一緒に行ったりっていう感じで、もうほとんど家族みたいな付き合いしてるよねっていうのがまあいいところですよね。距離感がもはやギャグみたいになってるけど、そこも含めてなんかまあ本作らしい展開じゃないかなと思います。本当に甘ったるい展開が増えてきてると思いますね。真昼のテンションがどん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 鬼滅の刃で善逸を見てるチュン太郎みたいになってきてるし、アマネはアマネでなんか童貞モードじゃない時はなんかサイコロステーキ先輩みたいなこと言い出してますし、まあ、今回ちょっと回想で出てきて、まあ、アニメで実際やるかどうかわからんけど、アマネあれ中学時代は結構信じてた友達だと思ってたやつに裏切られたっていう悲しき過去がある、なんか追放系みたいな設定してて、まあ、それでまあ無理をしてこう田舎から上京してきて一人暮らしやってるけど、まあ、生活能力はなかったってところでなんかまあああなってるわけですから、まあ、なんかいつきはいいやつだし、真昼はなんかいろいろと世話になってるし、まあ、引っ越してきてよかったねっていうオチなんですよね。でまあ今回まあ、天音パパのシュートさんが出てきたんだけど、まあ、古川誠さんなんですよね。ロナルド君やなんか10億の白金会長みたいなあのテンションだと思ってたから、なんかちょっと違和感あるなと思ったんですけど、そうですか、古川誠さんもついに父親キャラをやるんですね。金本久子さんは無職転生でルディちゃんのママのゼニスやってたから、まあ良かったんですけど、幼女幽霊さんの社畜さんもまあママみたいなもんですし古川誠さんも本当声優豪華でなんかすごいなと思いましたね。なんかラブコメの色も強いですしね。まあ、シュートさんとしほこさんの若さから見て、まあ、結構早いうちに子供作ってたんだろうなっていうのがまあ示唆されていいですよね。こう真昼としてもまあいろいろと家庭環境に問題はあったけど、こうアマネの両親に対しては結構いろいろとなんか心開いてる感じで、まあ、この辺もいいよねって思います。真昼はまだアマネ君のこと自覚してないけど、こうかなり好感度上がってるよなっていうのがすごく分かってきて、まあ、お隣の天使様らしい距離感になってきたなと思います。この辺の展開がちょっと半分ギャグみたいになってて、でもなんかイチャイチャしてて、もう本当に展開として面白さが分かってるって感じでいいと思います。まあ、序盤の展開の落ち着きもあってこそ、ゆったりしてなんか一つ一つイベント紹介していくっていうのもまあ天使様らしくていいと思いますね。なんだかんだ海外でも結構アマネのキャラ人気あるけど、まあ実際あいつなんか透かしてるようで生きて結構イケメンムーブちゃんとしてますし、まあその上であいつ結構童貞臭いから、そこがなんかそのギャップがいいんだと思います。なんだかんだ真昼のことを大事にしてるのは間違いないですからね。いや今期の土曜ナロは全部面白いですよ。なんならナロ全部面白いですよ。表現を認めるんだったっていう前提ではありますけど、暗黒兵士も結構最近面白くなってきてますし、もうアノス様はアノス様でなんか、まあ、今回の敵の正体が見えてきたり、ローキンエイトはミツハのキャラ付けをどう受け止めるかですし、まあ、最強陰陽師も作がいいですし、なんか性格の悪さと能力の高さが結構一致してて、それはそれで結構面白いです。いや暗黒兵士いいですよ。まあ、次回こう、そういえば杉田智和さんって岩柱だったよなっていう感じですよ。チュン太郎とサイコロステーキ先輩が勝てるわけないんですよ。田舎の鉱山村ですからねまあそんなわけで、まあ、今期マジで大豊作だと思います。はい、天使様はいいですよ。はい。